デイビス軍はアメリカ合衆国ユタ州の中北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は30万6479人であり、2000年の23万8994人から28.2%増加した。軍庁所在地はファーミントン市であり、同軍で人口最大の都市はレートン市である。1852年に設立され、 軍名は、モルモン大隊の隊長ダニエル・シー・デイビスにちなんで名付けられた。デイビス軍は、オグデン・クリア・フィールド大都市圏、並びに、ソルトレーク式オグデン・クリア・フィールド広域都市圏に属している。軍内のファーミントンには、ワサッチフロントを市場としたアミューズメントパークである、ラグーン・アミューズメントパークがある。デイビス軍は1850年10月5日に設立され、 ファーミントンの町が北のウィーバー川と南のジョーダン川の中央にあったので、軍庁所在地に指定された。最初の50年間、デイビス軍はゆるり成長した。1870年にユタ中央鉄道が開通したことで、機械化農業への移行と、商業、金融、改良道路、新しい水道、及び家庭の電化が始まった。しかし、1940年で、 の人口はやっと1万6000人に過ぎなかった。軍北部に昼空軍基地が建設され、第二次世界大戦後は文民の雇用が増加した。1940年から1950年の間に軍人口は2倍となり、1950年から1960年はさらに2倍になった。これは全国的に起こった郊外ブームの一環だった。 1990年には人口18万8000人、2000年には23万9000人となり、2010年時点で30万人を超えている。今日、人口の多くは、レートン、バウンティフル、ケーズビル及びクリアフィールドに住んでいるのに対し、その成長域は、軍北西部、北東部、及び南西部のシラキュース、クリントン、 ベストポイント、サウスウィーバー及びウズクロスのような都市に集中している。レートにあるファーンウッド公園からの軍内パノラマ3人の委員からなる軍政委員会が軍政府の主体である。委員の任期は4年間であり、継続性を重視するために2年ごとに1人、または2人が改選される。軍のサービスと運営のすべてに責任がある。予算を承認し、採択し、修正する。 立法府として機能し、軍内の未編入領域での事業許可を与える。軍査定官は、軍内の不動産全てを評価する。軍事務官、監査官は、軍財政と予算の主担当である。軍財務官は、軍の資金を徴収し、投資を行う。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は634平方マイルであり、ユタ州では、面積最小の軍である。 このうち陸地は304平方マイル、水域は329平方マイルで、水域率は51.95%である。デイビス群は、西のグレートソルトコと東のワサッチ山脈の間に一致している。群内のワサッチ山脈では、サーストン方の標高9707フィートが最高地点である。西のグレートソルトコは、湿地と干潟に囲まれ、平均標高は、 約4200フィートであるが、浅い湖なのでその大きさを大きく変化させるような湖面水位によって標高平均値も変わることになる。グレートソルト湖では最大の島であるアンテロープ島が群内に含まれている。島全体が州立公園になっており、島の自然景観と特にビッグホーンシープ、プロングホーンアンテロープ及びアメリカバイソンの群れなど、 野生生物を保護するように指定されている。グレートソルト湖とワサッチ山脈の間にある細長く人口の多い部分がワサッチフロントの一部であり、その狭さのために軍内南北方向の交通を複雑にしている。デイビス群はアカンソー機構にある。冬季は降雪が多く、東部の高原では年間90インチ、バレーの平野部で少なくとも60インチの降雪がある。 年間平均降水量は18インチから25インチであり、春に雨が多く、夏が最も乾燥した季節となる。夏は暑く、毎年数日間は、下肢95度以上となる。しかし、湿度は低く、比較的快適な体感温度となる。冬季は、下肢0度以下となることがあるが、それが長期間続くことは滅多にない。南のソルトレーク郡に比べて、 デイビス軍の天候は極端に走りやすい。湖水高下雪が軍の南部で激しく降る。湖水高下ではない嵐の場合、デイビス軍は雨影ではないので嵐の影響も強い。さらに東部から峡谷を抜けてくる風が被害を及ぼすことがあり、風速100マイル時が記録されたこともある。これは強い高気圧がワイオミング州の上にある時に起こり、 頻繁に発生する。しかし、近年は、強風が吹く回数が減っている。軍内の最も重要な道路は、週刊高速道路15号線であり、軍中心を南北に走っている。アメリカ国道89号線は、週刊高速道路15号線に並行し、南のソルトレーク軍から北に向かい、ノースソルトレークやバウンティフルの支柱を抜け、その後に、 週間高速道路15号線と合流する。ファーミントンのラグーンアミューズメントパーク近くで再び分離し、東のワサッチ山脈斜面の高台に沿って北上し、サウスウィーバー近くで北のウィーバー群に入る。レートンの東部からウィーバー群群境に近い週間高速道路84号線とのインターチェンジまで高規格化して高速道路にされる計画がある。 東西方向の交通は狭い指導によって制限され住民の多くが南のソルトレーク群に通勤するため群内の交通渋滞は深刻な問題である。この交通渋滞を緩和するために2006年3月にレガシーパークウェイへの建設が始められた。2004年にファーミントンのアメリカ国道89号線と週間高速道路15号線のインターチェンジ近くで 工事が始まったが、この道路がクレートソルトコ東岸の湿地に害を及ぼすことを心配した環境運動家が環境影響評価の完全さについて見直しを求める訴訟を起こしたので工事が中断されていた。2005年11月にこの問題が決着し、2006年2月に差し止め命令が解除された。レガシーパークウェイは2008年9月13日に開通し、 カーミントンのアメリカ国道89号線と、週刊高速道路15号線のインターチェンジから、南に、ソルトレーク群々境近くで、週刊高速道路215号線と接続された。環境運動家の心配に応えて、道路沿いの広範な歩道体系、湿地の保護手段及び、景観の保護が行われ、さらに速度制限とセミトレーラー、トラックの通行禁止が加えられた。 2008年4月28日、ユタ交通局はソルトレークシティから北のオグデンまで通勤鉄道のフロントランナーを開通させた。この線はデイビス群内を通っており、ウツクロス、ファーミントン、レートン及びクリアフィールドに駅がある。主要高規格道路、デイビス群はベッドタウンと特徴付けられることが多い。アメリカ合衆国国勢調査局の2004年、 アメリカ地域社会調査によれば、軍住民の42.3%が別の軍で働いている。デイビス軍南部の住人でソルトレーク軍に通勤する者は、デイビス軍とソルトレーク軍の間で通勤時の交通渋滞に巻き込まれることが多い。レガシーパークウェイとフロントランナー通勤鉄道の計画は、この問題に対処するものであり、最近建設が終わった。 軍内の通勤鉄道駅は、ファーミントンのステーションパーク開発など大掛かりな交通志向開発の計画を加速させた。ステーションパーク開発が完成すると、ユタ州では最大のショッピングセンターとなることが予測されている。ファーミントンには、ワサッチフロントに沿ったアミューズメントパークである、ラグーンアミューズメントパークもある。デービス軍の最大雇用主は、ヒル空軍基地である。 この基地は、デイビス軍の経済の支配的な要素である。基地従業員の収入は、週平均の2倍である。その経済規模は、軍経済の約12%であり、ユタ州経済の約2.6%になっている。この基地で働く人は、軍人、分民合わせて2万3000人近く。その内訳は、現役軍人4500人、予備役1200人。 連邦公務員1万3000人、文民従業員4000人となっている。他の大きな雇用主には、デイビス教育学区、ラグーンアミューズメントパーク、ライフタイムプロダクツがある。デイビス軍の公共教育は、デイビス教育学区が管轄している。現在、小学校59校、中学校16校、高校8校、オルターナティブスクール3校がある。ユタ応用工学カレッジが、 デイビソーヨーカレッジと呼ばれるケーズビルにあるキャンパスを運営している。ユタ州立大学はケーズビルのユタ植物センターを所有、運営し、ここには教育センターがある。ビーバー州立大学もレートンのキャンパスを運営している。一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍内の詳細。ありがとうございます。